堀井俊和は日本の政治家。元参議院議員。静岡県清水市出身。静岡県立静岡盲学校、明治学院大学卒業。1989年の第15回参院選ピレークにおいて日本社会党から出馬し当選。県政史上初の資格障害を持った参議院議員であった。1991年社会党。 シャドウキャビネット福祉政務次官、1995年の第17回参院選で落選するが、1998年の第18回参院選ピレークにおいて民主党から出馬し返り咲く。通算2期務めたが、2004年の第20回参院選には出馬せず引退。小学生就学直前の6歳の時に高熱が、続いて強度の弱視となる。 小学校4年生に学期に、静岡県立静岡盲学校小学部に転校。東京教育大学附属盲学校高等部卒。明治学院大学卒。日本社会事業学校卒業する。民間保育園保育、養護学校スクールバス添乗院、大田区展示講習会講師などの後、1989から95年、参議院議員。 1998年から2004年、参議院議員。2016年3月定年。現在、特定非営利活動法人共同連代表。機関福祉労働編集長。総国 P に堀利和。総国、堀利和 P に国会議員署名これまでと今後の展望空港はいらない。静岡県民の会。ありがとうございます。